桃高です。なぜあなたのお給料上がらないのかについて話したいんですけど、大企業ほど年功序列システム沿ってるわけです、いまだに。だから当然勤続年数の長い中堅どころかさらに上の、まあ、年配の人の方がお給料高いし、当然年功序列システムでね、バン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 稼いだ今の定年後世代の方がさらにお給料高い。つまり高齢者にお給料がね、お給料というかお金がね回っていくっていうシステムなんだよね今って。まだだから当然若者の方にお金なんか一切回ってこない。大企業の内部事情っていう話も聞いたことあると思うんだけど、内部事情っていうのは大企業に対する貯金で、この先不景気なことを大企業の人たちも分かってるからこそ、お給料を従業員の人たちに反映させたくないんだよ。ない、まあ、その貯金、企業内で貯金を貯めておいて、企業が病気になった瞬間に入院した後のその手術費用としてね、治してもらうっていう費用としてそれを使うんだよ。で、その手術費用が改革だったりするんだよね。で、改革に回したいがゆえに内部事情を溜め込みたいっていうのが本音だと思うんだよ。だから正直普通に大企業で真面目に働く人ほど損する時代になっているっていうのは今だから、これを変えるには憲法を改正するしかない、ルールを変えるしかないってとこまで来ている。だからまず選挙によってあなた自身の清き一票を投票する、白紙でもいいからね。そうすることでこの国変わるから、チャンネル登録お願いします。この辺りには